さんが判決を終えてまいりました。おめでとう。森下先生、虚偽であったということが多分2回か3回か随所にあってですね、虚偽であったということだとかと書いてあって、まさにその密室の取り調べで私たちのこう言い分が全然採用してもらえなかったのに、ようやくたった今悲願の無罪判決を勝ち取ることができました。21年間の束縛からついに解放されました。完全勝利です。自由です。検察側に今何か言いたいことございますか？判決内容をしっかりと受け止めて、やるべきことをやってほしいですし、まあ、これまでのことを振り返ってみましても、本来検察とはやっぱり警察の捜査が正しいかどうかチェックするところですが、21年前はそれを怠ってましたし、まあ、当時の捜査はあまりにも雑で拙なかったと言わざるを得ないと思います。重い重い21年間でした。